こんにちは、ベビチューブです。初期の頃は何よりつわりが、大変だったんだけど、職場に妊娠報告をする前のつわりが辛かったかな。匂いで気持ち悪くなるんだけど、食事を出したりする仕事もあったりとか、ずっと立ち仕事だったらふらっと気持ち悪くなることもあったけど、あんまり大っぴらに言えないし、きついし、どうしたらいいんだろうっていうのはすごい悩んだ。もう一つは、同じく職場に妊娠報告する前の下腹部の痛み。なんかさ、妊娠初期ってお腹がチクチクって痛くならなかった？なった、なんか痛かったな。なんかもぞもぞと痛いっていうか、なんかチクチク痛くて、結構お医者さんに相談とかもしたんだけど、結構初期はありますよって言われて、横になってたり座ってたりするとだいぶ楽だったんだよね。けどやっぱ、ね、立ち仕事をしてる同僚たちの中で一人だけ座ってるわけにもいかないし、そうだね、もしそう赤ちゃんに何かあったらどうしようって不安になりながら仕事するのが辛いね。ちょっときつかったな。私はその職場の事情もあったから、もうちょっと辛くて周りに気を使わせるのも悪いなと思ったから早めに報告した、私もやっぱりつわりは、大変だったな、あとまあつわり以外だとなんかその時期すごいものすごい疲労感があって、わかるわかるわかる、ちょっと家事しただけで、あ、ちょっと横になりたいっていう感じの疲労感がすごくて、どうしたらこの疲労感は取れるのかな。取れないよね。そうか、もうずっと続くっていう、なんか変に体がずっと疲れてるっていう感じだったから、なんかこう未体験の辛さ、あと、頭痛が妊娠初期ひどくて、寝ても痛みが取れないっていう感じでズキズキ痛くて、そういってずっと休んでるわけにもいかないし、産婦人科に相談して頭痛があるんですけどって言って薬をもらって、っていう感じで、でもある日突然亡くなったんだけど、落ち着いたんだ、何だったんだろうって感じだけど、妊娠初期は結構ね、2ヶ月ぐらいずっと頭痛もひどかったです。なんかつわりの一種で頭痛がするっていう人もいるみたいな。そうなんだ。もしかしたら初期独特の頭痛なのかも ね。お腹の目立たない妊娠初期は見た目に妊婦さんと分からずになかなか大変さが伝わらないこともあり、心身ともにきついこともあると思います。ですが、妊娠初期はお腹の赤ちゃんにとっても大切な時期でもあります。何においても一人で抱え込まずに周りに相談するようにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。他にもこの動画を見てくださった方の中で妊娠初期こんなことが辛かったという経験があればコメント欄にお寄せください。お待ちしてます。それではバイバーイ。